ズブ、ずっとモニターの映像を見てるね。そんなに対戦相手のライブが気になるの？うん、ちょっとだけ。今日は絶対に負けられない。ううん、今日だけじゃなくて、その次も全部。GBT が終わらないように、アッターグローが少しでも長くいつも通りを続けられるように、絶対に勝たなくちゃ。ツグ、そんなに硬くならなくても大丈夫だよ。私たちはいつも通りやるだけだ。トモエちゃん、そうだよ、私たちらしく思い切りやれば大丈夫。私たちが全力を出し切ればきっとお客さんも盛り上がってくれるよ。だよね、ラン？うん、最高のライブを目指して思い切り駆け抜けよう。おやおや、名探偵モカちゃん的にはここでランの私たちらしくいつも通り行こうが来ると思ったんだけどな。お、それ私も思った。ランがいつも通り行こうって言いそうなタイミングだったよな。からかわないでよ、たまたま違う言葉だっただけじゃん。一番大切なことは忘れない。ただ今日は GBT はそれだけじゃ足りない。いつも以上に全力でやって勝ちたい。優勝まで一気に駆け上がりたい。そう思っただけ。そうだよね、私たちの伝説作るんだもん。だな、なんか燃えてきた。ランがこれだけ狙ってることだし、今日はモカちゃんも本気出しちゃおうかな。よーし、みんな思い切りやって絶対勝とうね。ほらズーム、本番だよ、行こう。あ、うん、私も頑張るよ。こんばんは、アフターグローです。ここからは私たち5人のステージ、目を離さないで。未来のことは考えちゃダメ。一瞬でも脇目を振ってる暇はない。今この瞬間、5人で重ねる音だけを信じて走ろう。そうすれば私たちはいつも通り。GBT はそれだけじゃ足りない。足りないなら頑張らなくちゃ。もっともっと。ワンちゃんの歌すごい。声がどこまでも伸びて勢いよく走っていくような、それに惹かれるように私たちの音が重なって追いかけて、全速力で駆け抜けるような演奏ってこういうことなんだね。やっぱりランちゃんはすごいな。いつも私たちの行く先を見て。あれ、それでいいの？だって今のランちゃんが見てるのはいつも通りじゃない。全速力で駆け抜けた後に待っているのはアフターグローの。初めてだな、立ち止まりたいって思ったの。みんな本当にごめん。後半、あんなにミス連発して。
んな、ツグだけのせいじゃないよ。私も途中で走っちゃったし。誰がじゃないよ。5人みんな途中から調子悪かったよね。でも中盤までの盛り上がりはすごかった。今までにないくらい全力で駆け抜けていく感覚、みんなもあっただろう。それを忘れないようにしよう。次はもっとうまくできるはずだからさ。でも今日で終わっちゃうかもしれない。ここで負けたらアフターグローは。すぐ、まだ結果も出てないのに。そんなの。あ、そのごめんね。まだわからないよね。私全然冷静になれてないね。ちょっと頭冷やしてくる。つぐみ、ま、つぐ。あ、少しでも長くアフターグローのいつも通りが続くように。それがそもそも間違いだったのかな。私たちが目指す場所にたどり着くためには、ただいつも通りでいるだけじゃ、ただ続いていくいつも通りじゃ最高にはなれないって、そういうことなのかな。